はい、皆さんこんにちは。ゆかチャンネルのゆかとすんちゃんのゆかすんぷぷです。この間の Q&A に引き続いて質問コーナーの続きをやっていきたいと思います。では12個目、すんちゃんより好きな人いますか？おこれは本当にいな、いいな、い、私はいます。誰？はい、私は。あ、でもパパとママかな。そうだよ、私もゆかのパパと。嘘。ゆかのパパ。そうだね、ちょっとおみなんか家族はみんな一緒。さらげよ。13個目。はい。国際結婚して一番大変だったことは何ですか？費用、結婚式。大変だった？うん、大変だったけど、でも、うん、なんかそのいい思い、その日は楽しかったけど、準備するのね。確かに。なんかやっぱ日本と韓国の文化が違くて、確かになんか韓国は適当ですね。お前来んだったらキーって感じで、あのごめんねホテルはお前やってねとか、すごい適当でやるけど、やっぱ日本はちょっとタッ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 タ。そうだね、確かにそういうのも。14個目、あなたはどうして大阪弁で喋れるんですか？いつも動画面白すぎて止まりません。嬉しい。注目の結果は？またおもろいレジェンドの話もできたんですからね。そう、ぜひ来てくださいね。みんなもうちょっと待っててね。私の初めて会った友達が、大阪のすごいおもろい友達いるんですね。うんうん、その人は教えてくれたんです。でその周りに全部関西人だったから、そうだ、ね、何が関西弁か分かんなくて、標準語も分かんない。あ、そっか。だからそれが日本語と思って、すごい、だから若い時から勉強して、まあ今大阪でバーしてる人ですけど、その動画もアップします。はい、はい、16個目。結構かぶってるのね。やっぱり反対されなかったですかとか、長続きの秘訣はとかも多くて、それをまとめてやりますね。すんちゃんが一番好きなゆかちゃんの手料理は？キムチチゲかな。本当？うまい。ゆかのもう韓国人が作ってるキムチチゲ料理うまい。へえ。私の口と合わせて合ってきた。そうそう、でもたまにその日を気持ちよってまた違うけど、ゆかは同じものはできない。そうそうそう、でもすごい好き。ありがとう。はい、はい、17かな。17、質問です。ずっと思ってたんですけど、はい、ゆかってどういう意味ですか？なんかゆかが可愛いこぶってる感じです。私も正直わかんないんです。ごめんね、本当にあの適当に食ってしまった。ゆかとカフェ、あなたとカフェっていうので、もう本当ごめんね、本当にもう。ごめんなさい。私が謝ります。本当にごめんなさい。でもあのなんかそのゆカフェっていうのが私もこう癖になっちゃって、最初にあ、ゆうカフェのゆかですって言ってたの、ずっと。でもゆうカフェって何ってなるじゃん。だから最近はゆかチャンネルのゆかですって言うようにちょっと変えてきてます。恥ずかしいので。なのでもう少々お待ちください。それでは18個目、はい、今回は2人に対しての質問なので、スキンケア系は今度また別で Q&A 募集しようと思います。ゆかさんがすんちゃんさんのご家族に挨拶するときはどのように挨拶しましたか？今度私も韓国人の彼氏のお家で挨拶するので、礼儀などぜひ教えてほしいです。あ、そうですね、そうだな。一番最初にすんちゃんのお母さんと会ったのが、あのソウルでご飯食べに行ったんだよね、うん、なんかちょっときれいめで清楚な服装をしていきました。まずあんまりね、ラフでこういうカジュアルすぎるとちょっと失礼かなと思ったので、こうちょっときっちりした服装を着てって、うん、でもあとはなんかね、もちろんこう、なんだろう、ご飯が来る前にさ、あのセッティングするのあるじゃないですか。お箸とかお水とかは、まあもちろん一番下だからやってあげるって感じで用意してパッパッってやるのと、これぐらいかな。あとはもう本当にすごくピョ投げ、編集しようそう。だね、そうそう、あのそんなにこう、緊張する雰囲気で話したりっていうのでもなかったから、すごく楽しかったし、美味しかったから。そうなんかいい思い出だった。いっぱい食べたからそれもプラスになったと思うよ。ああ、そういうこと、うん、美味しく食べて、あ、これ美味しいですって、うん、本当に心から思って言うのとかも大事かな。うん、ゆかはめっちゃ明るいから、しかも、うん、食べて、そうだ ね、いろんな話聞いてくれて、そうそう、笑顔で、うん、笑顔で、それだけでも十分、うん、かなと思います。緊張してないか。そうだね、そうだ ね、自然に、あくまでも、うんうん、っていう感じかな。でもそれはどこでも一緒だから、なんか韓国と日本のティップを教えてあげたら、例えば、うん、日本、韓国語ができなくて、うん、そうだったらどうする？
韓国あんま上手くなくて、でも、まあもちろんお父さんお母さんあるからそれぐらい準備した方がいいと思います。でもそうだね、頑張ってだから頑張ってるよって感じの、なんかそうだね、なんかできないのはもちろん理解すると思うし、うん、全然大丈夫なんだけど、自己紹介とか、あとなんか何個か質問を用意していくとか、そう、あのお母さんに対してとか、なんかお母さんが喜ぶようなこうコメント、すごい綺麗ですね今日とか、そういうのをちょっと何個か、うん、かわいいと思う、うん、あの用意してたら多分いいかな、うん、いい雰囲気になると思います。美味しいですとか、なんかそういうのでもいいから、あとちょっとしたお土産、うん、大きくだったら絶対ダメ、なんか普段になるやつ、あ、そうね、最初はちょっと可愛い、なんかあのお母さんお父さんの面ではやっぱお皿とか好きだし、なんか綺麗な日本のお皿もいいと思います。私のお母さんは一番喜んでたはやっぱお皿です。そうだね、おすすめです。はい、はい、次は19ジルトは4号地がアロイのイスシンゴンがよ、私ジェジュの人です。そうなんです。あ、ジェジュジェジュ사람입니다。맞아요、저희아버지어머니그러니까저희가족아예싹다제주도분이라서어머니의어머니의어머니의아예처음출발이제주도라서다그래서다제주도사람이고완전제주도사람입니다그래서20꿈에결혼준비하게되는데얼만큼시간과서류가필요했나요일본의배우자부모님께인사가는데한국과비싼가요어서류에관해서는우리가따로영상을찍었어요그래서그치결혼비자관련된영상은따로영상을찍었어서그거를체크해주시면될것같고시간은얼마나걸렸어준비시간은아그치준비시간은길었는데한달육그리시대한달육그리시대천천히해서한달정도걸렸는데이제맘먹고빨리팍팍팍준비하면은며칠이면당연히되는데맞아맞아서류때로가고막그런게좀좀있어서우리가멀어서근데어렵지않아요정말필요한것만딱딱준비하면은괜찮을것같아요근데순창이준비할게너무많았어서사실저는그냥많이없었지여기서혼인신고그치이제유카가한국에서살아서한국비자가필요하기때문에맞아제가준비할게많고근데일본에서내가가면이제유카가준비할게많은데맞아맞아그래서그상황에그치따라서다를것같기도 그러면일본배우자부모님께인사가는데한국과비싼가요저는당연히이제한국식으로갔던것같아정장딱입고맞아처음이니까딱딱딱입고딱갔지이제제대로해서다받아들일준비를하고갔었지되게잘했어오빠21꿈에네두분이많이가까워지게된결정적인계기는무엇이었나요순장이유가짱의마음을얻기위해한일중에기억에남는일은무엇인가요저는딱히없는데유카가저를많이좋아해가지고잠시만요왜요고가야교대기다나잠시만요맞거든요아니거든요저는가만히있었는데아니거든유카가먼저와서되게저랑막아니야좋아한다뭐한다해가지고아니그렇게오해하는사람꼭있어요그쵸근데그가까워진계기도우리가얘기를했어요그래서그거를보시면될것같아요세노22꿈에지금사시는곳은한국인가요일본인가요지금은제주도에살고있습니다맞아요두분나이차이가궁금해요그리고나이차이가두살두살입니다두살나고빠른생이라서한살됐다가두살정하지두살입니다두살입니다채널운영을하시게된계기는된계기는저는정말옛날부터채널을갖고있었어요취미로회사랑계약하게되어서이제더본격적으로운영을하게되었죠네그리고나서한2년정도됐어요지금23꿈에축하드려요유카씨는히로스의리오코닮으셨어요순창씨는어디서봤더라했는데나필이닮으심보고있으면기분좋아져서그동안놀았어요감사합니다감사합니다항상궁금한했던게있는데다른나라에와서사는게힘들지않아요이제여기가다른나라라고좀생각하지않기때문에어느나라에살든힘든일은있고똑같아좋은일도있는것같아요그래서당연히이제문화차이가있으니까초반에는힘들었어요그리고먹고사는게힘들었는데 왜냐면다른나라가서먹고사는게힘들었는데 하이하이제대로된일을구하는것도힘들었지만그거를하고나서는괜찮아진것같아요그리고일본여자가생각했을때한국남자의장단점이궁금해요단점은정말표현을잘하는것같아요아한국남자들이아한국남성분들이이벤트도잘하고이벤트도잘해주시고약간젠틀맨약간문을열어주고
기본적인 약간 거. 그런 걸 자연스럽게 할 수 있는 것 같아요. 그게 장점이고 단점은 모르겠어요. 사람마다 다르겠지만 좀 화가 많은 느낌? 그러니까 모르겠어요. 그거는 아마 문화 쪽으로 연결돼 있을 것 같은데 여기 많잖아요, 한국에는. 그래서 그거를 안 쓰는 사람도 있겠지만 아... 여기 많으니까 입에 붙어 있는 것 같아요. 그런 시도가. 너도 장난 아니거든요, 요즘. 맞아. 그래서 깜짝 놀래요. 약간 화가 많은 느낌 들어요. 이번에 산 반지 그 뭐야 이름? 탄조새끼. 탄조새끼. 그건 아니야. 영어. 자꾸 탄조새끼 새끼 이래가지고. 아니거든요. 대대와 24고매! 두 분 몇 살인지 궁금합니다라고 하는데 아까 나이 차이는 두 살이라고 했잖아요. 저는 91년생 28 한국 나이로 28살이고 저는 93년생 야매디 두 살 차이 93년생 다들 존경 먹겠어. 왜? 93년생입니다. 아니야. 빠른 빨구입니다. 빨구? 빨구 팔구나? 빨구는 뭐야? 빨구는 하이! 그러면은 하이. 아직도 질문이 너무 많긴 하는데 일단 이번에는 이렇게 하이 여기까지로 하고요. 하이 그리고 또 다른 Q&A로 돌아오겠습니다. 감사합니다. 그러면 오늘도 마지막까지 봐주셔서 감사하고요. 인스타도 트위터도 구독 부탁드립니다. 질문 다 못해드려 죄송합니다.